そうするとなんかこういう例で面白い例がありませんか。そのこういうのが見えるようになってきたという。これ二光子レーザー顕微鏡と言われている、まあすごく新しい技術で、これ生きている動物の脳を脳の表面から撮影している、顕微鏡で観察してるんですが、ここからここまでが1ミリの4分の1ぐらいなんですけど、その立方体の中にある 1,000 以上の細胞が同時に全部見えてるんです。これは今回してるんですか。これ回してるんです。そうですね。別にこれが動いてるわけじゃなくて、むしろこっち側が立体的に見えるように。そうですね。でこれがこうやって形が全部一個一個生きてる動物に見えるというだけではなくてですね、この構造まで、ごめんなさい、活動まで見えるんですね。これは脳の表面で、そこに先ほどの黄緑色の色素があって、これ光ってるんですが、この動物の前に縞模様をこうやって見せていくんです。縞模様を見せる動物で視覚刺激ですね。そうしますと、こうやって見せると、こうやって動かしていくとですね、すごく弱いんですけど、これ動いてますね。光がちょっと出てますね。脳の中で私らなんかこう動いてるのを見るときはいつもこう脳の中こう動いてるんですね。これ結局何見てるかって、カルシウムが細胞の中入ってるのを見てるんですが、それを画像処理してるともっとよく見えまして、こうやって光ってるわけなんです。で違った縞模様の傾きに対して違った細胞が活動しているという様子がこうやって見えているわけなんですけど、こういうことが見えるようになって、それも光らせる技術もまた出てきたということなんですね。これでいくとどの細胞が活動しているか、それが隣の細胞とどういう関係になるかっていうような細胞のレベルまで分かるようになった。これはかなり大きな出来事ですね。これはすごい次発展が見込まれると言いますか、ね、面白い時代になったということですね。やっぱり観測技術の発展がすごいですね。そうですか。まあこんなんでだんだんこう血流がどうだとか、脳の細胞がどう動くとか、活性化されてるかどうかとか、そういうデータがたくさん出るようになってきたわけですね。そうですね。それで最近なんかその脳が活性化、こう血流がこうなって、それでこれは脳のあれにいいとか言って脳トレとか言って流行ってますけど、あれはどうなんですかね。そこまでいくと。そうですね。私も関心があっていろいろそういう商品を検討したことがあるんですけれども、やっぱりああいう脳トレと言われているいろんな生活指南であったり、いろんなドリルのようなものが私たちの例えば脳の老化を防止するとか、よく言われますけどね。みんな一生懸命一人でやってますけど。そうですね。ちょっとそういう根拠は今のところはないというのが正しい結論ではないかと私は思います。私なんかの思うのは、例えばですね、脳トレを実験の人が来ますよね。実験する人が来て、でこうやってください、ああやってくださいってコミュニケーションしますよね。そのコミュニケーションの方が大事なんちゃうかなっていう気が。それはまさしくそういうことが問題になっているケースがあります。まさしく坂東先生がおっしゃられたように、脳機能が上がったというそのドリルやいろんなことをすると上がったという根拠がそのドリル自身なのか、それともその時にお世話をしてくれたスタッフとのコミュニケーションで元気が出てきたということなのかがわからないんですね。だから原因がいろいろあるのに、そのうちのこれだっていうふうに特定できるほどきちんとしたデータを取ってるいうわけじゃないと。せっかくの科学の成果がそういうふうに歪めて社会に伝えられるとちょっと困りますね。そうですね。脳トレーニングができないんだって言ってるわけじゃなくて、今の方法ではダメなんだっていうだけで、将来的にはですよね、そういうのは大いに活用されるとしかるべきですし、心の病の問題、それから四肢麻痺の方の体の代わりに動いてくれるロボットをその方の脳で動かすといった技術ですね。そういうものは社会からすごく期待されてますし。そうだと思いますね。いや今日はもう楽しいお話をありがとうございました。どうもありがとうございました。とても楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。